今回水野さんに私の歴代のラケットを全部持ってきてもらって、歴史がありますね。こう見るとすごい懐かしいラケットいっぱいあるなと思って、本当にあの水野さんには私の一番大事にしてるキャッチ感ってよくあの言ってるんですけど、ラケットでシャトルを掴んで一回一瞬掴んで打つその感覚をが最初正直全然こう作れなくて生み出せなくて、でもそこがやっぱりこう見ると本当大変だった、大変なことをしてもらったなっていうのはあるんですけど、そういった苦労話、表にあんまり出ないラケットってあそんなにこう繊細なものなんだっていうのを今日お話できたらいいのかなと思って今日全部持ってきてもらったので、はい、これが多分本当2013年4年とか、これが高校卒業した後です、すぐ2013年からですね。でこれが一番世に出たんじゃないかっていうくらいの外野の予約のやつですね。そうですね。この時がちょうど水野としても岡原選手と契約を始めて、はい、やり取りを、はい、やっていく中でいろいろ厳しいお言葉をいただいたモデルになりますかね、はい、ねじれにくいとか硬いとかやってましたね、やってましたチェックの仕方みたいな。でそこからリオ、はい、リオ、はい、これ持ってる人少ないですよね、多分限定モデル限定だったんで本当に限定、3000本とかそれくらいですけど、すぐ売れました。これデザインにサイン入れたモデルですね、限定モデルですね。唯一じゃないですか。そうですそうです、唯一、まあ、ここまではキャッチ感っていうのが中心で、はい、まあ、水野としてもいろいろトライしてたんですけど、はい、やっぱり球持ちだけじゃなくて上からの攻撃的なショットもやっていきたいっていうので、まあ、ここから今のアルテウスにつながるシリーズ系の作り始めたんですけど、ここもまたここが多分結構一番ここ2つ目のトライというか、デザイン的なチャレンジもした部分と、まあ、新しく反発性とか弾き飛び、やっていきたいっていうのを調整してたんですけど、なかなか思うようなのができなくて、毎週ぐらいのペースで NTC とかいろいろカフェとか行ったりしてやってたっていうやり取りをしてました。ちょっと振ってみますって言って、あの外で外でこう出て3本ぐらい持って、都内のカフェでこう打ち合わせしたりするんですけど、ちょっと振りますって外で振ったりその時にやっぱりプロだなって思いました。本当に実際あの数グラムとかあのバランス数ミリとか、あの普通の人では全然分かんない部分はあのもちろん分かられるので、そういうところはすごく緊張しましたね。なんか数字の表も見ます、はい、見てこう一応説明を受けて、はい、あそうなんですねって実際振るんですけど、数字は私も理数系なんで嘘はつかないっていうのは分かってるんですけど、でも数字では違うけど違わないな、いやその変化出てないなっていうこといっぱいありますよね。やっぱりその数字以外の感覚的なところでその数字にできないところっていうのはなかなかその当時の水野としても改善する方法がなかったというか、そこがやっぱり苦労した部分ですかね。でまあその17年に1回サンプルと取り組みをやって、サンプルで多分今のゼロワンフィールにつながるサンプルはこの時からやってた感じですね。まあちょっとこれまでからちょっと一歩ステップアップできましたっていうのは、はい、まあ、そういうスタッフが増えたりとか、はい、あのいろいろやり方を、はい、まあ、大きく変えてジャンプアップしたっていうのがこの辺りが切り替えのポイントになります。黒飛ばしてます。あ、うまい。ここ黒、ここ黒、ここあります、ここあります。なんでかって言ってこれで世界選手権優勝したんですよ。そうですね、リオの翌年。そうなんです。あの、それでまあここからそうですね、あの日本の養老の工場、バットとかゴルフとか作ってる工場で、はい、まあ、水野としてラケットも日本で作っていると。ここからちょうどその養老っていう文字が、はい、はあ、水野として工場の方に敬意を表すというか、そういうのも含めて養老っていうロゴを入れてます。
で、この作り方っていうのを工程を全部見学させていただいて、すごいんですよね。本当に一本一本塗装は手で塗るし、もう本当に一個一個、特にこれ限定品なんでしたっけ。そうですね、3000円。そうだからこそなおさらこのレアさっていうか、この一本にどれだけの人がこう関わってくださってるなっていうありがたみっていうのもそこで感じましたし、懐かしい、本当にこうヘッドに重りついてるんですよ。あ、それ試合で使ったやつですよ。はい、こうヘッドを聞くように一個一個そうやって手作りで作ってると微妙に違うんですよね、ラケットが。対してもうちょっとこう欲しい欲しいっていうのを、こういった重さのバランス、こうラケットできた後にこう調整しながら、その後はもうほぼ調整なしで、うん、行ってあのドローンフィールで、はい、次の最近の、はい、いや本当に正直どれも思い入れがあるというかでも本当に変わったなっていうのは本当ここですよね、うん、そうですね。こっからずっと自分のプレーの課題と、じゃあラケットの性能こうした方がいいよねっていう風にこう一緒にプレーをの高みを目指しているっていうラケットになってきたので、ここが私の中で大きいな。やっぱりその他の選手と違って岡田選手の場合はそのプレーの再現度がものすごく高くて、何かの指導をしてもらった時に A と B というラケットがあった時にちょっと違うものを打ってもらった時に本当ぴったりあのネットの何センチぐらい上を越えていくとか、何センチ下を常にこう越えずに当たっちゃうとか、すごい再現性がすごい高いなっていう頭があったので。だってグリップ、そのバランスを決めるためにグリップも変えましたよね、細さ。そうグリップの細さで、やっぱあの重さでこのラケットのヘッドとグリップのこのバランスも変わってくるんで、こっちの性能を変えるんじゃなくてこの細さでバランスを変えたりとかもしてました。そのまあ量産品なんで多少のフレアありますとは言ってますけど、岡原選手はぴったり本当にもう本当にぴったり合わせてます。あの頑張ってます。これからも、まあ、いろんな歴史が多分ここに続いてくれると思う。いいものができているので、ここからどうバドミントン競技自体もどんどんプレースタイルっていうのが変わっていっているので、それと同時にラケットっていうのも進化していってくれると思う。まあ、そのラケットの進化に私も置いていかれないように自分も高みを目指してやっていけたらいいなと思いますし、それを使ってくださってる皆さんにこういいものを提供できたら嬉しいなと思う。私ももっとこれからも変わらず、一緒に水野さんといいものを作れたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。たくさんわがまま言います。お願いします。